ぱいあります。助けたー。で、これをクスノ。もうクスノって言います。アミンキャンディ。あ、それはキャンディになっちゃう。ポドって書いて、ポドしかって。美味しいな。やばい、ハンさん、YouTube、ワジョソー、ノムノム、ハンさんだ。오늘뽀뽀뽀뽀뽀뽀는뽀뽀를먹습니다예뽀뽀는가볼까요가자가자좋아한국요리가이빠이아리마조금남아요네뭐하는거サラロンタンです。うわうわうわ、いごちんちゃ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 つらいこれやばいよ。ちなみにこれでご飯を食べてます。家で。入ってすぐ。入ってすぐ。飲み物が。コードって書いてます。ブドウジュース。これペッって書いてあって、これはなしです。これはミラシッケ。ミラシッケ。ミラシッケってどんな味がするんだろう。米だから米、うん、米系だったね。お米系で、これはクスナ。これもクスナって言います。こんな感じです。これがなんかいろいろ流行りの地球グミ。いろいろ流行りの地球グミって言って、それもタルトなの。ラーミンキャンディ。あ、それはキャンディになっちゃう。ラーミンキャンディ。わからん。商品もいっぱい、はい、ありますね。あ、大人気のロゴ。そう、ここはカテゴリーに関してはミホが詳しくなって。かわいい。全部ラメ。これかわいい。コラーゲングローマスク爆売れして、即売れしたって。これ押したら泡で出てくる美容液。あ、それ流さんでいいの。流さます。流さなくていい。だーっとイギリス、大人気のイギリスフリー。ポドって書いて、ポドしかって書いて、ポドしか。しか。てか、あのジュースのやつじゃん。ほんまや、かわいい。ちょっと入る感じ。ほんとだ、ジュースのシートマスクだって初めて見た。あと、これも飲むよね。プロ系のマスク。私、このノグリの、この、美味しいよね。ラーメン、めっちゃ美味しいよ。これって、ただ普通に作るだけでも、すごいご飯が進むよね。うん、ね、めっちゃ美味しかったよ、一週間だけど。これすごいおすすめで、で、あとは、まあ結構スーパーとかにも最近は売っとるんですけど、この神茶麺、で、芋だ。うん、じゃがいもの麺なんですけど、これも美味しい。これ大好き。これは卵を入れて一緒に溶いて食べると結構美味しい。これも結構最近イオン系のスーパーにね、目を見せ出したんですけど、これも美味しいです。あとはまあお菓子とか、調味料、このポテチ、そう、これ好き。ビビゴン、これ好き。まあこういうトッポッとか服とかも、ね、個別で売ったのもいいし、あとこのね、お菓子をスナック系。そう、マーケットとか昔流行ったもんな。うん、バターサンドとかね。
ほんとはそっちか。これとか、マクドとか、これは結構。あと韓国で有名な、なんか日本で言うと、なんかなんだっけ、あのエンジェル。そう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 、そういうの。美味しいね、ものは韓国多くて、あとはこのマキシンのこのコーヒー。これ。もうこれ大好き。これさ、こっちが新しいやつなんだったっけ？オリジナルがこっちなんや、多分。こっちがマイルド？あ、これオリジナルって書いてある。これが、最近の形とかね、ま、これがモカ。モカマイルドって書いてある。あ、そうなんだ。あとはね、まあ、今流行りの BTS とかも、ちゃんとね。こういうのバズるから。バズるから。ちゃんと BTS もね、売ってますよ。キンパは、マストやろ。マストだね。のこのコマキンパとヤンニョムとりあえず行こうって待って、伊藤子さんの市長の面白いあるんだけど。あ、本当だ行きましたね。まあ、こういうね、ヤンニョムチキン、韓国といえば、韓国といえばヤンニョムチキン、おいしそう。こんな感じね。では、はい、じゃんけんすみなあんまり辛くない、うん、おいしい。今キンパっていうちょっとちっちゃい、あの一口サイズの、まあ、簡単に食べれそうなキンパを、けすみなうん、うん、もう一個よー、しんちゃん、いや、このコマキンパに麻薬ソースをつけて食べると美味しいとのことだったので、流行りらしいかも。おい、わさびなの。美味しかったね。美味しい、美味しいね。ここなんか食べ物も普通に美味しいし、あとはまあコスメもあるし、グッズもいっぱいあるし、うん、あとは食品もあるしっていうので、うん、すごく満足、うん、まあできると思います。はい、よろめはハンさん、YouTube、ご助走ハンさんみなアプロードよしみはげつみだ、出力スピチューブ、マニマニサラユズせよ。動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。